皆様こんばんは。愛でパンデミックを司会の中るみです。今週から再びバトンを受け取り司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。世界のすべての人々が不安や恐怖心を手放し愛で満たされた生活を送っていただけるように毎回素敵なゲストをお呼びして愛の素晴らしさを語っていただき愛と喜びで世界を満たしていくことをこの番組を通してお伝えしていきたいと思っております。そしてこの時代この地球に生まれてきた意味を皆様と共に考えていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。第10回目のゲストはクリスタルボール奏者の井上靖子さんです。靖子さん、改めて自己紹介も含めてご活動についてお話しいただけますでしょうか。皆様こんにちは、井上靖子と申します。私は普段ヨガの指導をしながらクリスタルボール奏者として活動しています。また定期的に自分自身もファスティングをしているのですが、日々の食生活の改善やファスティングの指導も合わせて行っています。ヨガとクリスタルボールを組み合わせたヒーリングヨガやクリスタルボールの演奏会、また体温を上げていくための音を使ったヒーリングなどを組み合わせて皆様の真の健康と自己免疫力を発揮できるようにお手伝いをさせていただいております。また私自身新世紀科学が好きで、時々自分で作品を作ったりまたワークショップを開催したりしています。今やっていることは最も自分が好きなことでもあり、また自分自身を鍛え、魂の目的を思い出すきっかけとなったもので、体験を通して気づいてきたことを皆様にお伝えしながら、愛と光を発信していきたいと思い、日々活動しております。ありがとうございます。靖子さんの素敵なところは、日々の食生活などからも影響されてらっしゃるんですね。靖子さんのこれまでの人生でその後の人生を大きく変えた出来事についてお話しいただけますでしょうか。人生を大きく変えた出来事はいくつかあるのですが、まずヨガとの出会いで自分が大きく変わりました。それまでの経緯を簡単にお話ししますと、幼少期の頃からとても体が弱くて見えないエネルギーを敏感に受け取っていたので、すでに体にその反応が起きやすく、いつも体の症状に悩まされていたんですね。そして幼少期の頃からピアノをやっていたこともあり、いつも自分の内面と向き合うということを無意識のうちにしていまして、それがきっかけで10代の終わり頃から精神世界のことを探求するようになりました。そして瞑想を始めて、心と体と魂はつながっているんだということを知り、というよりももうすでに深いところでそれを分かっているということに気づき、すべての答えは自分の中にあるということを思い出していったんです。その後ヨガに出会い、
ヨガを始めてからもう本当にガチガチにこわばっていた体が驚くほど柔らかくなっていき、体内の気が浄化され、チャクラのバランスが整うようになりました。その時の感動はとても大きかったです。体が強くなるだけでなく、心まで穏やかになり、人生が好転していきました。私が長年実践しているのは、ハタヨガといって、現代のヨガと呼ばれるものです。サンスクリット語で、ハは太陽、タは月、ヨガはつなぐを意味し、陰と陽のエネルギーを統合します。そしてヨガの考え方をベースに、アーサナと呼ばれるヨガのポーズや呼吸法を実践し、体内を流れるプラーナを潤化し、バランスさせていきます。心と体と魂を統合し、冷静を磨いていくのが本来のヨガなんです。そのようにヨガは生き方そのもので、日々の練習を通して体の声がより聞けるようになり、直感力が高まり、そして強さと優しさのバランス、内なる調和がもたらされていきました。私の周りには、もうヨガを始めてから人生が激変した人たちがたくさんいます。それは、あるがままの自分を愛し、本来の自分に帰っていくからなんです。そして、何があってもぶれない自分軸と柔軟性が確立されました。実際にヨガのプラクティスを通して、体の中心、丹田のあたりにエネルギーがみなぎり、下半身がとても強化されます。そして上半身は胸が開いて、快適に力が緩んだ状態が作られます。この状態を上虚下実と言います。健康の要は、適度に力が緩んでいることが大切ですが、緩むだけでなく、下半身がしっかり充実していることが、心身ともに良い状態が作られます。同時に、心の不安や苦しみから解放され、安定につながっていきます。すべてはバランス、調和なんだっていうことを、ヨガの練習を通して、心と体の両方で理解したんです。それから、ヨガを始めてから食生活も大きく変わりました。私たちの体、そして自然や目に見えない思いや感情、すべてこの世界はプラーナでできています。このプラーナには3つの種類があって、激しい性質をラジャス、暗くて鈍い性質をタマス、そして穏やかで純粋な性質をサットバと言います。陰と陽で言えば、陰のエネルギーがタマス、陽のエネルギーがラジャス、陰と陽のエネルギーのバランスが取れた状態がサットバと呼ばれています。この3つのエネルギーはグナといって状態を表しているので、いいとか悪いとかではなくて、私たちを取り巻くこの世界はこの3つのエネルギーで成り立っているということなんです。心身の調和が取れ、祈りや感謝とともに生き、ラジャスとタマスのバランスが取れている状態がサットバな状態です。ヨガの練習はこのサットバな状態を作り出していくので、自然と人間関係や食生活がバランスが取れてきます。食事で言えば、お野菜や果物など、体を弱アルカリ性にしてくれる植物性中心の食事を体が求めるようになります。そして私は定期的にファスティングを行っています。これも人生を大きく変えたきっかけとなっています。ヨガには断食は万病を治すという教えがあります。そして断食はメスのいらない手術とも言われ、現代の病気のほとんどは過食や偏食、そして食事の質とも言われています。
体内に溜まった重金属などの有害物質をデトックスし、腸内環境をリセットし、そして体だけでなく、心のデトックスや精神までも高められていくので、断食を始めてから、もう微細なエネルギーをより感じるようになり、命の大切さや食事をいただくことのありがたさを深く感じるようになりました。また、ある時から植物やお野菜たちと会話するようになったり、目に見えない微生物たちとの交流が始まったり、とにかく断食をするようになってから深く幸せを感じるようになりました。実際私自身も様々な方にファスティングの指導をさせていただき、長年不調で苦しんでいた方が良くなったり、腸内環境が良くなることで性格が穏やかに変わって人生が大きく変わった方々をたくさん見ています。森道夫先生が愛と慈悲の消食が世界を救うとおっしゃっていました。本当に私もそのように深く実感しています。こうしてヨガとの出会いで人生、生き方が大きく変わり、ファスティングがきっかけで今の食の問題や社会の裏の構造を理解して、食生活や命の向き合い方が変わって、人生が飛躍的に好転していきました。安子さん、素敵なお話ありがとうございます。安子さんの美しさは内面としっかりとつながって、その内側からあふれるオーラがまた美しさをさらに一層引き出してるんですね。この番組の趣旨に愛と感謝を拡散することがありますが、安子さんが今までのご経験の中で愛、感謝の大切さについて体感された出来事について教えていただけますでしょうか。これは人生を大きく変えた出来事でもあるのですが、2015年に私は全身がひどいアトピーのような状態となり、約2年近く引きこもりだった時期があるんです。もう今ではすっかり皮膚がきれいによみがえり、周りの方々には信じられないってよく言われるんですが、もうその当時は何も問題がなかった皮膚に突然湿疹が出始めて、何が起きているか自分でも分からず、それをはじめは受け入れがたく、日に日に全身に広がっていくので、何か大変なことが始まるのではと恐ろしさまで感じていたんです。そんな中、一つ分かっていたことは、この皮膚を通して体がものすごいデトックスを起こそうとしているということだったんです。皮膚は最大の臓器ですし、血液の汚れが皮膚を通して排出されますから、それまでファスティングなどでデトックスをして免疫力が高まったおかげで、体の深部、その根っこにあるものが吹き出したんだっていうふうに思えたんです。それから一気に全身に広がっていき、もう見た目まで大きく変わってしまい、結局仕事もすべてやめ、人にも会えず、もう極限の体の痛みとかゆみで、一睡もできない日々がずっと続いていたんです。で、その時、あらゆる思いが溢れてきました。今まで、健康的な生き方や食生活をして、それなりに充実した日々を送っていたのに、なぜこうなったんだろうと。自分の何がいけなかったんだろうって考え始めたんです。こうして人は病気になった時に自分のことを責めてしまうことがあるのだと思います。それからアレルゲンと考えられるものをこう全てやめて、自然療法と呼ばれるものは全てやり尽くしたかと思います。それでも全身の皮膚の状態は日に日に悪化していき、ある時、もうこれ以上底がないという真っ暗闇のどん底にいる自分がいたんです。その時に究極の虚しさと
絶望感を味わいました。そしてしばらくの期間それを味わい続けることになるのですが、それを味わい切ったら今度は心の底から笑えてきたんです。自分の人生本当に面白くなってきたなって笑えてきたんです。そしてこれは生き方を大きく変えるチャンスだと思いました。本当の自分は変わりたかったのになかなか変われなかった自分がいることに気づきました。そしてさらに内面深く見つめていくと、自己否定の感情があったり、また個人的な問題だけでなくて、ご先祖様からの影響や前世からの記憶、そして惑星の影響もあるっていうことが自分なりに分かったんです。また目に見えない存在のサポートを常に感じていて、もう一番辛かった時期、白い光に包まれて、それまで一睡もできなかったのに眠ることができたんです。そしてその後急激に回復していきました。すべての人がどんな時も大きな宇宙の愛に守られ支えられ導かれているということを体験を通してよく分かりました。そして何より内側から溢れてきたのは両親への感謝の思いです。そしてそれまで当たり前にできたことができなくなった時に、もうただここで今呼吸をして生きているだけで幸せがあふれて、生かされていることにただただ感謝の思いがあふれてきました。そして過去を許し愛することができた時、その悲しみを乗り越えた先に、その悲しみは壮大な愛の中に包まれ、全てを包み込んでいく、どこまでも深い慈愛が溢れてきたんです。その時に私は、光り輝く本当の美しさを見つけました。同時に、全ての人の中にある愛と光を見出すことができました。こうして私は愛と美しさの本質を見つけたくて、このような光と闇の両極を味わうような経験をしたんだとはっきり分かりました。自分の内なる力、私たちの中にある最良の薬、最高のお医者さんがもうすでに備わっていて、内なる自然治癒力を 100% 信じることができたとき、まさに奇跡が起こったんです。それまでただれていた全身の皮膚は、みるみるうちによみがえっていきました。もうその時はただただ涙があふれ、感謝があふれ、止まらなかったです。もう本当に奇跡のように、全身がそれ以前よりもきれいに生まれ変わって、人間の治癒力のすごさを体感しました。私はこの体験ができたことを本当に良かったって、心の底から思えました。意識を目に見えている世界から見えてない世界にも移し、日々新しく感謝できることを見つけ、自分の中を平和にすることが、周りの方々にその光が伝播し、ひいては世界平和につながっていくのだと思います。はい、素敵なお話ありがとうございます。陰を極めれば陽になるという言葉がありますが、まさにそれを体感されたのですね。今のこの世の中もまさに陰から陽に転換する時なのかもしれません。すべてはいつも完璧なんでしょう。最後に今最もお伝えしたいことを教えていただけますでしょうか。はい、私自身ヨガや断食、そして音のヒーリングを通して、本来の自分に目覚め、
自分らしく生きられるようになりました。ぜひ皆様もハートに従って本当にやりたいことをやってください。そして自分の体を大切にしてあげてください。心地よいと感じるその感覚を大切にして、あるがままの自分を愛してあげてください。将来のいつか輝くために今を我慢するのではなく、今この瞬間を輝いて、自分のいいところ、素敵なところにフォーカスを当てて、魂からワクワクすること、自分の大好きなことをぜひやってください。やすこさん、貴重なお話をありがとうございました。番組の最後に、愛を拡散していくために、共に意識を合わせ、毎回お祈りの時間を設けております。皆様もどうぞご一緒にご参加ください。お祈りの誘導は、白鳥哲監督に行っていただきます。白鳥監督、どうぞよろしくお願いいたします。今日は安子さんのお話を聞きながら、受容することの大切さっていうものを改めて教わりました。私たちがどんなにネガティブな状況にあったとしても、それを受け入れ切る。その受け入れ切るときに、心から感謝が湧いてきます。そして、他者への思いやりが溢れてきます。目を閉じてください。呼吸をゆったりとしましょう。吐く息を深く、息を吐くたびにすべての不安、恐怖心が消えていきます。息を吸うたびに全身が幸せに満ちていきます。しばらく呼吸を見つめてください。これから声をかけます。この掛け声に従ってイメージを広げてみてください。まずご自分の体を想像しましょう。細胞、その細胞が集まった臓器、血液、感謝を伝えましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。愛を伝えましょう。大好きです。次にご家族、ご親戚、ご友人を想像しましょう。感謝を伝えましょう。ありがとうございます。愛を伝えましょう。大好き。
世界中の人々を想像しましょう。感謝を伝えましょう。ありがとうございます。愛を伝えましょう。大好きです。地球上のすべての動物たち、植物、微生物、鉱物、すべての生きとし生けるものに感謝を伝えましょう。ありがとうございます。愛を伝えましょう。母なる地球に愛と感謝を捧げましょう。ありがとうございます。大好きです。ありがとうございました。白鳥監督、素敵なお祈りを誠にありがとうございました。この番組は地球創生プロジェクト、 NPO 法人エモトピースプロジェクト、株式会社 IHM、 NPO 法人国際ホリスティック看護協会、株式会社ホリスティックメディカル共催でお送りいたしました。次回のゲストは医学博士の川島明先生です。どうぞお楽しみにされてください。それでは素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさい。秋が来て